名称八景大戦略八枚、そろいのうち、二代目報告が。二代目、歌川報告とは、江戸時代の浮世絵師。初代、歌川報告の門人。名は、現像、一葉祭、一英祭、五素帝、三保安、また、一流祭とコース。文政の初め頃、初代報告に入門し、当初は、国重と称したという。後に豊重と名を改め、 報告せがれとヨシとも称した。文政7年以前には、初代報告の用紙となり、初代の没後、翌文政8年に二大報告を襲名する。しかしこの襲名について、名人気神録は、同門不承知であったと伝えており、また、教科人明治書も、一旅報告の河を継ぎしが、仏議のため再び元の国重に服すとあり、豊重の報告襲名が、 当時の歌川派の中で問題になっていたらしいことが伺える。ちなみに、高下元年、兄弟子の国定が、報告の名跡を継いでいるが、なぜか本来は三代目に当たるにもかかわらず、二代目、報告の存在を無視して、自らを二代報告と称した。画業は、忠実に死の画風を受け継ぎ、堅実な作風で豪冠の差し絵や美人が、役者へ、芝居絵を描いた。 文政十一年頃には、本郷春木町に住んだことから、後に二代目、歌川報告を称した国貞特別するため、本郷報告と呼ばれる。天保五年頃を境に、作品は見られなくなる。名人気新読によれば、報告宗名が、同門不祥地だったことから、ついに絵師を廃業し、本郷三丁目で、陶器庄を営んだという。門人に二代目、歌川国主 歌川国森、歌川国鶴がいる。ありがとうございます。